ヤマト運輸、ヤマト運輸株式会社、ヤマトに輸は日本の宅配便事業を行う企業である。ヤマトホールディングス株式会社の中核事業会社で100%出資し、会社。2005年、平成17年11月1日付で株式移転により、旧法人がヤマトホールディングス株式会社に称号を変更。 同年3月31日に設立した完全子会社、ヤマト運輸分割準備株式会社を、ヤマト運輸式会社に、称号を変更した上で、ヤマトホールディングス株式会社のすべての事業を、九州分割により、新、ヤマト運輸が譲り受けして、事業会社化し、持ち株会社制へ移行した。近年では、当社の旧法人時代から、郵便局、現、日本郵便の、 ユーパックを新たに導入を検討していたローソンと従来通り配達的契約を求めるヤマトとが騒動に発展。ヤマト側は譲らず、郵政民営化論を巻き込み、公平性に欠けているとの意見広告を展開した。ローソン本部は宅配取り次ぎ契約の中途解約を通告。ヤマトは独占禁止法違反で日本郵政公社を提訴し、対立を深めた。 最高裁まで争ったが、ヤマトの敗訴に終わった。詳細は、ローソン、ユーパックの記事を参照のこと。2007年、平成19年頃までの数年間、二代目、社長、小倉正夫の死去による、御蔵氏、小倉康嗣の処遇をめぐる、派閥抗争が続いた。2005年、平成17年の持ち株会社ヤマトホールディングスへの、移行のの社長人事が焦点となっていたが、 安次は2007年、平成19年9月1日付で、専務執行役員から社長付に、経営学習志望取得のための海外留学を名目に移動。次期社長と目された47歳の経営幹部が20代のビジネスマンが取得するような資格を目指して、社業を離れるということは、留学に名を借りた御蔵氏の追放と業界内では、目された。 1931年、昭和6年12月制定創業者、小倉康にブランドマークの親子猫マークは、1957年、当時のアメリカのアライド・バン・ラインズ、アライド・バン・ラインズ社のマスコットマークを見て共鳴した、小倉初代社長が、同社に許可を得て、当時の大和運輸広報担当者がデザインを担当したが、その担当者の長女、当時6歳がそれをモチーフに、 画用紙に描いた絵を原案としたという。その画用紙の表には、親猫と2匹の子猫の絵、裏には子猫を口元に加えた親猫が描かれており、校舎をもとにデザインされた。また黒猫マークが完成された後もその画用紙は、担当者の机の引き出し保管していたが、担当者が1966年に救世した際に、その画用紙は他の宣伝資料と共に、 群馬県内の倉庫の一角に移された。2019年に大和運輸が創業100周年を迎えることから、写真編纂の準備のため、資料等を探すべく、群馬県の倉庫を整理していたところ、この原案となった画用紙が発見された。主観視点コードは営業所コードの2桁目と3桁目を表すもので、個別に6桁のコードで識別する。 コードの詳細は以下の通りである。沖縄マト運輸においては3と4が存在せずすべて例で統一されている。なお、マト運輸は2018年4月付で主幹支店の新設、再編を行っているが、ベース店は旧来の名称と管轄をほぼ維持している。68は2001年、平成13年まで平方市、片野市。 高槻市、三島郡島本町は62京都市間市店管轄、美濃市、茨城市、摂津市、大阪市宮古島区、旭区、森口市、門真市、寝屋川市、四条縄手市は61阪神元、西大阪市間市店管轄、鶴見区、大東市、東大阪市、八尾市は60大阪市間市店管轄、2018年、平成30年1月まで、豊中市、 水田市は61西大阪市管支店管轄だった。61の、内大阪市西区、福島区、小野花区、西淀川区は2007年、平成19年9月30日以前は60、大阪市管支店管轄、尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市は66兵庫市管支店管轄だった。66のうち、大阪府と野郡は2007年、 平成19年10月まで61、西大阪主管支店の管轄だった。162京阪主管支店の所在地はかつて、京都大和運輸、大和マルチチャーターの前身の本社所在地であった。かつては、京都府下は、山和運輸直営ではなく京都大和運輸にて、宅急便事業が行われていた。中国5県の内産飲料券には、主管支店がない。 2003年、平成15年3月31日まで75島根市管支店があり、沖諸島を除く島根県全域を管轄していたが、75島根市管支店は7 1三次市管支店へ統合された。その後、鳥取県全域と島根県松江市、安木市、沖諸島は岡山県の77津山市管支店。その他の島根県は、 広島県の71.753次主観視点の管轄になった。一時期、島根県松江市、安城市、沖諸島は広島県の71.753次主観視点の管轄になっていたが、現在は岡山県の77津山市管視点の管轄に戻っている。以前は71.753次主観視点の管轄のうち福山市が70岡山市管視点の管轄だった。 一時期、小野道市、三原市、竹原市、大崎上島町は72広島主管支店の管轄になっていたが、現在は71.753次主管支店の管轄に戻っている。2003年、平成15年3月31日まで、四国大和運輸という別会社だった航空貨物、エキスプレス部門は除く。その翌日、 愛媛県北東部を管轄していた85、新居浜市署を閉鎖して80かが川し店に統合された。なお、同社は、もともとは、四国高速運輸、徳島市という大和運輸との資本、人的関連が一切ない会社で、宅急便は、同社が、フランチャイズで行っていた。そのためクール宅急便など四国では使えないサービスも、あった。1991年、 平成3年に、ヤマト運輸が、子会社化して、四国ヤマト運輸となり、宅急便事業以外の部門は、ある旧民市会社を、四国高速運輸社名変更した上で一貫している。2003年、平成15年3月31日まで、大分、日田市、中津市を除く、宮崎、鹿児島の3県は、九州ヤマト運輸という別会社の管内だった、本社、鹿児島。 当時は、大分県の内日田市は90福岡管轄だった。2018年4月1日に090福岡から一部の地域が190グルメに移管した。以前は95大部士管支店の管轄の、内中津市が91北九州市管支店の管轄、96宮崎市管支店の管轄の、内西臼杵郡前駅と、 シー村が94熊本主幹支店の管轄だった。000から990までの間で、各事業所の個別のコードが不満される。一桁目が0、または1の場合、0、北海道支社、0BB-000、東北支社、0BB-100、東京主幹支店、031から000例外で、札幌主幹支店のみ000の010。 地域により、主管支店に属さない、コールセンター機能のみの事業所がある。例、南魚沼コールセンター。一桁目が3の場合、2010年、平成22年4月1日に、宅急便部門と統合により廃止されたため、現在は使用されていない。全国どこからでも、フリーダイヤル012019625となるが、かけた地域を管轄する主管支店にある。 コールセンター、東京都内の一部地域は、秋田県横手市、横手エリア市店内に設置、または207年、平成19年11月より、新潟県南魚沼市、市内の議事堂内に設置、2010年、平成22年4月より、中部市社内、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県も宮崎県都の城市に、設置のコールセンター、2012年、 平成24年7月より中国市社内、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県も鳥取県鳥取市に設置のコールセンターに転送に接続される。2012年10月より携帯電話からも家電可能、PHS は不可な全国共通の番号としてナビダイヤルを導入し、一部の地域を除き、ゼゼロロ5 7 0 2 0 0 0 0 0で 近隣のコールセンターに接続されるようになった一部地域に該当する場合は下3桁の番号が異なる。このため同月以降は従来の各コールセンターごとの番号はホームページ上から非公開となった他県からの問い合わせは別途問い合わせにより確認する形となる。その後 PHS や一部 IP 電話から家電する際の番号として 05037863333が追加された。東京支社内では、コンビニエンスストアから出せる、ナイトサービス、トゥデイサービスや、当日17時までに届く、卓球便ビジネス後、関東当日便などのサービスがある。ただし、これらのサービスは2011年3月の東日本大震災以降中止されている。ヤマト運輸のサイトには、 発送元と発送先の郵便番号を入力することで荷物の機微を検索できる宅急便料金お届け予定日検索というフォームがある。しかし、週荷時刻によってはこの装置の検索結果通りの日には荷物が届かず1、数日先になることがある。d m b 以外2015年3月末で廃止。 DM 便は、黒猫メール便廃止の代替措置として2015年4月より導入。取扱商品卓球便運発払い、卓球便着払いクール卓球便、往復卓球便、空港卓球便、スキー卓球便、ゴルフ卓球便。取扱商品卓球便、クール卓球便、卓球便タイムサービス、卓球便コレクトサービス、国際卓球便、 国際パーセルサービス黒猫メール便クロ黒猫メール便速達サービス黒猫メールコレクト、月決め契約のみ。ヤマト運輸では特殊な商品を伝票番号の上4桁によって商品別の識別をしている。なお、複数口用の伝票番号、を、5口までは1つの番号で管理できるが、3口以上の場合は副伝票と呼ばれる。 伝票番号の記載がない茶色の専用伝票が別途必要や1990年代までに発行された一部の古い伝票番号などは3桁から4桁から4桁の11桁の伝票番号でありこれらについては一部例外も存在する利用自体は過去の形式であっても可能基本的に例内支給から始まる番号が黒猫メールビン 1>, 1から3で始まる番号が卓球便だが、過去の送り場などに例外がある。1999年、平成11年版の卓球便儀払い送り場は、9から始まる11桁となっているものがある。2009年、平成21年6月16日午前8時から、全国の直営店で、電子マネーエディト7個の取り扱いが開始された。 関東地区の一部店舗では2008年に先行導入。ただし、一部商品の支払いができないほか、残額不足分の現金併用もできない。なお、チャージ、入金は、ヤマト運輸での店舗やドライバーの携帯端末では、できない。ワオンは、4ヶ月遅れの10月21日から、取扱いが開始された。さらに、2010年、平成22年6月17日から、 セールスドライバーの集荷でも電子マネー決済が可能となった。2011年平成23年5月23日から JR グループの交通系電子マネー、キーとかスイカとかアイコかシュゴカの取り扱いが開始され、相互利用している交通系 IC カードでも利用可能とな。さらに2013年平成25年3月23日からは、 全国交通系電子マネーの総合利用開始に伴い9種類の交通系電子マネーが全国の直営店及びドライバーの携帯端末で利用可能になった。2014年平成26年5月12日よりヤマト運輸独自の電子マネークロネコメンバー割りが開始された。これはクロネコメンバーズ電子マネーカード7個楽天ウェリ、ワオンのいずれかが付随に 黒猫メンバー割り分をベッチャージして、運賃支払いに充当した場合に10%割引するというサービスである。また、大口顧客向けに、チャージ最低額が高額な代わりに、宅急便運賃が15%割引する、黒猫メンバーズ割引も用意された。黒猫メンバー割り分のチャージは、ヤマト運輸直営店かドライバーの携帯端末でのみ、可能で、 利用もヤマト運輸での支払いにのみ充当可能。2015年、平成27年11月10日から、着払いの利用も可能となる。なお、運賃以外のオプション料金、クール便追加料金などには、割引が適用されないほか、ヤマト便の運送保険料には、現金以外の決済を受け付けていない。また、宅急便コレクト、代金引換にも、充当付加。 ヤマト運輸は主にトヨタ自動車が製造するクイックデリバリー QD200 を主力として使用しているが2016年で生産を終了している。最近では2トントラック、主にトヨタダイナ、日産、アトラス、三菱不装、キャンター、イスズエルフや1.5トン未満のトラック、主にマツダボンゴ、トヨタタタウンエース、ヒノ、デュトロ、軽自動車、主に三菱、ミニキャブ、 鈴木エブリー、ホンダアクティも投入している。一部の豪雪地域には、トヨタランドクルーザーも存在する。そのため数字がいっぱいになると、新しいアルファベットが振られていく。例 w 号車、r 号車、m 号車、i 号車、s 号車等。2007年、平成19年9月以降、従業員に対しサービス残業を明示人員を支払っていない事例が、複数発覚している。 また、通販需要が肩によるサービス残業もあり、2017年度3月期決算には、最終利益見通しが340億円黒字から190億円にへと、大幅な下方修正をした。2007年9月23日、大阪南労働基準監督署が、ヤマト運輸関西支社に対し、労働基準法違反容疑で、是正勧告を行っていたことが発覚した。 2007年7月、大阪労働基準監督署が集配センターを立ち入り調査し、従業員の携帯端末に記録された労働時間と給与計算に使用する勤怠記録に記載された労働時間に差異があることを発見した。さらに、従業員らの事情聴取により、携帯端末に記録されていない時間であっても、従業員らが勤務し、 その時間分の給与が未払いであることを確認した。同年7月、大阪労働基準監督署は、関西支社に対し、未払い賃金の支払い、及び管理体制を是正する改善報告書の提出を勧告した。ヤマト運輸広報課は、一部の集配所で、タイムスケジュール通りに勤務をしなかったのが原因で、会社として指示していないなどとコメントしていたが、勧告内容を認め、 未払い賃金は支払うとしている。2007年10月31日、マト運輸関西支社は、大阪南労働基準監督署に改善報告書を提出した。しかし、改善策に具体性を書きサービス残業に対する未払い賃金の総額も未記載だったため、大阪南労働基準監督署は改善報告書を受理せず、 ヤマト運輸関西支社に再提出を命じた。2019年5月21日、宅配最大手ヤマト運輸、東京で宅配ドライバーをしている50代の男性社員が長時間の時間外労働をしたのに残業代が一部しか支払われていないとして、同社に未払い分など契約360万円を求める訴えを21日、大阪地裁に起こした。 2007年9月29日、淀川労働基準監督署が大阪府豊中市に所在する大和海湯の集配センターに対し、労働基準法違反容疑で是正勧告を行っていたことが発覚した。2007年7月、淀川労働基準監督署が調査したところ、勤務時間を記録する携帯端末の起動前や終了後に従業員に荷物の積み込みや、 伝票整理を行わせていたことが判明した。淀川労働基準監督署は、労働基準法違反と認定し、同月、集配センターに対し是正勧告を行った。なお、淀川労働基準監督署は、携帯端末の記録と給与計算時の出退金時刻が異なっており、労働時が短くなるよう改ざんされた疑いのあるケースを、同センターでも確認しているとしている。 2007年9月29日、徳島労働基準監督署は、大和運輸のエリア支店の支店長に対し、労働基準法違反容疑で、是正勧告を行っていたことが発覚した。8月、徳島県徳島市の大和運輸周廃センターに、勤務するドライバーがサービス残業を行っており、それに加えて、休憩していないにもかかわらず休憩時間を、 消化したとの虚偽記録をコンピュー入力されていたと認定し、これらの行為は違法であるとし、同月中に支店長への是正勧告を行った。ヤマト運輸ではドライバーらが持つポータブルポス、ポータブルポスターミナル、略して PP と呼ばれると呼ばれる携帯端末により、労働時間を記録しているとされている。しかし、読売新聞の調査によると、センター長らが 毎月、主管支店に来て、パソコンで部下の出勤、退勤時刻を改ざんしていた、埼玉県、PP を起動させず、1日中仕分け作業をしたことも、あった、神奈川県、午前6時台に PP を起動させても、コンピューターには午前7時と記録された、長野県、センター長が赤ペンで書き換えた記録を主管店幹部が入力していた、滋賀県といった、 従業員らの証言があり、携帯端末の記録通りに賃金を支払っていない事例が全国的に発生していると見られている。しかし、これらの証言に対し、大和運輸は、これまでの社内調査では事実は認められないが、さらに調査を継続するとコメントしている。東京都、埼玉県、長野県の一部支店では、端末終了時の操作画面は、勤務交番通から、 灰を選択すると勤務交番作成時の休憩時間、通常1時間、いいえを選択すると任意の休憩時間、10分単位で入力可能となっている。灰、はい、を選択すると自動的に1時間休憩したと記録される。1時間未満の休憩であっても灰、はい、を選択していたため、労働時間分の賃金が未払いになると指摘されていた。 ドライバーが休憩未取得時の操作方法を知らなかったことが原因。大阪府の支店及び兵庫の一部支店ではドライバーが操作しなくても毎日自動的に休憩時間が1時間と記録される問題が発覚している。同社の滋賀県大津市内の宅配員が2005年平成17年10月以降未払いの残業代のほか、 説明がないまま給与から違法に除をされていたとして、2009年、平成21年6月10日に、これらの支払いを求め、大津地裁に訴訟を起こした。西大阪市監支店が、2011年12月29日から30日に、かけて扱った冷蔵扱いの荷物について、一般の荷物とともに、常温で輸送していたことが、翌2012年1月になって判明した。 また、他にも別に、冷凍扱いのおせち料理を含めた荷物も、常温輸送していた疑いが持たれている。同社は、当時、各地で寒波の影響による、交通渋滞が発生し、その影響で、冷蔵設備を持つ車両の手配が思うようにできなかった、ことを理由としているが、今後実態調査を実施するとしている。また2013年6月には、大手スーパーマーケットが、 温度測定機器を荷物に仕込み、覆面調査した結果、温度が大きく上昇する時間があったことが発覚。大和運輸に改善を求めた。2013年10月には、都内複数の営業所で、クール宅急便として預かった荷物を、保冷用コンテナを開けっぱなしの状態で放置し、常温で仕分けていることが、同社関係者が撮影した映像でリークされ、発覚した。 また同関係者は8月に荷物に温度測定機器を取り付けて実態を調査し、冷蔵扱いの荷物が1時27分度に達する状態にさらされていたことも報告している。一連の朝日新聞の報道に対し、同社は記事内容を全面的に認め謝罪。同日の聞き取り調査では全国の約5%程度の事業所、 約200カ所で同じことが行われていることが分かった。記者会見では同じ保冷用コンテナの荷物は5分以内に仕分けるという規則に対し無理があるのではないかという質疑があり森秀夫常務執行役は可能だと思うと答えつつルール変更の検討を示唆した。2018年12月には福岡県の食品製造会社 九州から預かった1268個のおせち料理を冷凍保存していた埼玉県内の配送拠点から北海道に運ぶ際、トラックの温度設定を冷凍冷蔵と誤り商品が解凍してしまい配達を断念する事件を起こした。九州は冷凍商品であることがわかるように印をつけていた。届けられなかったのは15,800円税込みの 博多982個と11500円、同のマイズル286個、12月30日に配送先に届けられる予定だった。現在過去、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。